新品のテレビを買ったのに部屋が汚すぎて半年間開封できず、そのテレビとベッドで一緒に寝てるの、この地球上で俺だけ。はい、皆さんこんにちは、エルニオです。今回なんですけど、皆さんね、ついにやってまいりましたよ、こちら。もうね、知る人ぞ知る、僕のね、部屋に放置されているテレビということになるんですけど、もうね、これ、いつ買ったのかすらも、曖昧なほど、おそらく半年前ぐらいだと思うんですけど、テレビをね、購入したんです、新しく。今ね、ここにね、テレビあるんですけど、新しい新型のテレビが欲しいなということで、テレビをですね、KS電機さんでね、こうやって買ったわけなんですけど、半年間ここに置いてて開けてなかった。はい、というのは意味不明なことが起きてるわけなんですけど、まあ、なぜね、なぜそんなことになってしまったのかという経緯について、まず最初にね、ちょっと説明させていただきたいと思います。この動画が初見さんの方もいるかもしれないんですけど、まずですよ、まず。はい、このテレビがね、当初の予定で設置されるはずだった場所、こんな感じですね。見てください、これ。まあ、ここにテレビがね、こうやって置いてあるんで、まあね、それはもちろん新しいのを買ったら、まあ、このテレビを出して、ここに置こう。という話なんですけど、なんでそんな簡単な作業をすぐやんなかったのかと言われるとですね、まあ、このテレビの後ろに、その理由はすべて、詰まっておりまして、まあ、ここテレビがあるんですけど、この後ろに行くと、もう終わってますね。はい、ここがね、ゴミためになっているから、だから僕はですね、テレビを半年間もベッドの上に放置してね、そして半年間ですね、この新品のテレビと一緒にね、夜を共にすることになってしまったんですよ。ね、そして月日はめぐって、もうゴールデンウィーク最終日なんですけど、今日ね、撮影時刻が5月6日月曜日の3時58分、まあ、もう4時ですよということで、ついにね、今日ね、丸一日予定もなんもないし、もうここしかないということで、今回の企画、住みかっこリフォーム、部屋が汚すぎて開けられなかった新品のテレビをついに設置していこう。もうやりますよ。はい、本当に。テレビをもう実際にどかして、で、ここの裏をですね、片付けて、テレビを今日は設置してね、なんならもうこの白い机ごとめちゃめちゃ綺麗にしちゃおうかなということで、ここだけじゃなくて、こっちにもね、いろいろスペースがあるんですけど、はい、もうこんな感じでね、もう終わってるんですね、この辺とか。もういろんなプリントだったりなんだりでね。もうね、すべてをもう根っから全部掃除して、通称僕の部屋に存在するダークサイドの一つをですね、綺麗にしていこうと思います。もう一個はあそこです。それでは、お部屋リフォーム、やっていくぞ。ということでですね、もうハウスダストが蔓延することは確定しているので、一旦ね、こんな感じで、マスクをさせていただいて、部屋の戸も開けましょう。はい、ちょっとね、網戸にしまして、今、開けました。はい。これでまあね、ハウスダストはすべて外に行ってくれると思うんですけど、でその代わりにですね、僕の声もすべて筒抜けで外に行ってしまうんで、まあその辺はね、気をつけて、まあ近所迷惑にならないようにね、やっていこうと思います。まあいろいろかかってはいるんですけども、このテレビに家畜車とかがかかってるこの状況も意味不明なんだけど、この裏にゴミしかないことだってもう僕は分かってるので、ね、でかいゴミ袋をね2袋用意したんで、まあひとまずはね、これに詰め込んでいこうかなと思います。それでは、テレビをまずはどかしましょう。あ、やべえこれマジで。うわー、オーマイガー、オーマイガー、やばい。おおほほほと、ついにその姿があらわになったダークサイド、どかしまして、そしたらね、サムネを撮りましょうか。はい、オッケー、完璧。はい、じゃあ早速待って、もうマジで嫌なんだけど、これマジでやりたくないけど、まあね、もうここまで来てやらなかったらもう一生やらないと思うんで、やっていきまーす。と言ってもですね、ここにあるものをすべてゴミ袋にぶち込んでいくだけの作業になるはずなんですよ。あ、全然開かねえ。なんだこの袋、このもうじっちゃんのペロペロやらなきゃいけないのも。俺さ、この前さ、学校でさ、プリント配られるときにさ、なんか結構年老いた先生がさ、プリント配るときに、やってて、うわぁ、お疲れってなりました。オッケー、開いた。うわぁ、ということで、やっていこうと思いまーす。うわー、アーニャフォージャーが出てきた。これは捨てません。あ、ハンゲドのペンポーチ出た、これ。これ僕、一番くじ3回やったら3回ともこれが出たんですよ。うわ、終わった。龍角散喉すっきり飴だ。靴のやつだよ、これ。やばいってマジで。本当に全部ゴミじゃねえか。うわ、ビタミン C サプリまで。やばい、決壊してきてる。
結界聖戦かよ。え、何これマジでやばいことになってんだけど。うわ、エルニーニョのサングラスチャームが出てきました。何をしてんの。これなんかうまくやらないと全部落っこってきそうで怖いな。何これ、何があんの、何なのかもわかんないけど。保育園の時のさ、自分の似顔絵を描いて、なんかえ、やばいもの出てきたんだけど、これ何、まさかこれ保育園の時の自分が描いた自分の顔こんな感じ。うん、やばいだろこれ。身長 107.4、 体重 14.75、 誕生日10月19。お前将来こんなになってるぞ、道間違えんなよ。これね、本当にもう全部これはいる、これはいらないなんてやってたらね、本当に日が昇るので、心を鬼にして全部捨てていこうと思います。あ、やばい。ここまでどかして、ちょっとやっていきましょう。せーの。うわー、ということで、一旦上にあるものをどかして、あとここにね、なんかこんな感じでね、展開されてる、テストとかのプリントとか書類が残ってるっぽいね。で、こっちはなんかこっちで、よくわかんないんだけど、なんかいろいろあって、全部ゴミなんだよね。はい、ということで、引き続き捨て作業やっていこうと思いまーす。はい、ということでですね、今動画撮ってたんですけど、クレープをね差し入れでもらって食べてたら、妹たちが部屋に侵入してきました。よっすー。この人たちはもうどうなんか構わないでいいって言ってたんで、引き続き掃除しまーす。一人でどうせできねえだろ。え？シュイーうわー。こらてめえら、こっちはよ、部屋を掃除してるってのによ、なんであんたらのためにこんな飲み物まで用意しなきゃなんねんだよ。くそ、こき使いやがって。たぶん iPad にスイッチ、どっちも俺のゲーム機だぞボケ野郎。こんなやつらにはコーラをついでる。マジこぼしたらぶっ殺プリンだからね。こぼすね。おい、バン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 。はい、ということでね、だいぶ騒がしいんですけど、今ね、机の上がもう本当にほぼ物がなくなった状態なんで、一旦これでね、机を拭きたいと思います。拭かなくていいよ。何してんだよ、おい。あ、飲めよ、はい、コーラ入れたから。生ビール入れるな。生ビールじゃない。この人は生ビールを入れてる。あ、危ない。こぼす、ます。いいよ。あ、コーラどこ？いいよ、じゃなくて。こぼす。マジ、まあもう怖っ。本当にこぼさないでね。うん。ぶち切れる。うまい、うまい、はい、ということでもう妹たちに襲撃されてるんですけど、はい、イエーイイエーイじゃない。今からちょっと本いる、ね、いらない、この本、本読むの好き、いらーい、大嫌い。5分後に意外な結末とか、いらない、2位くらい嫌い。めっちゃ懐かしくね、この本。2位くらい嫌い。飛ばすぞ、この野郎。懐かしくないですか、5分後に意外な結末って。5秒後じゃないの。5秒後も持ってる。あ、出た、リーチのノックがいっぱい出るやつ。そんなゲームねえよ。でかい広告。ほら、ニーニのうんこたっぷり。うんこたっぷりやめてくれ。これがニーニのうんこです。見てくださいね。うおー、ということでですね、デスクの方がだいぶ綺麗になりまして、あんな感じになっております。え、結構良くない？こんな感じで、じゃじゃん、あの、ゴミ溜めだったあそこがですよ。見てください、こんな感じでね。こういうね、箱とかにね、ワックスだったりとか、香水ヘアオイルとかなんかいろいろ櫛とかね、いろいろ入れるようにして、んで、こっちにはですね、埋もれてたところにね、こんな感じで、ルービックキューブとかなんかこういうの置けるのがあって、っていうので、で、これはですね、中3の時に買っただるま。燃やし忘れてたということで。で、テレビを置くスペースが確保できたので、早速ですよ、皆さん。ここに来て、ついに、半年。半年越しの、じゃんじゃが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 じゃん。テレビを開封していこうと思いまーす。よいしゃー、やってくぞー。待って、めっちゃドカンって。どうしよう、せっかくならこの机の上で開ける。テレビ、開封していきましょう。いや、やばいぞ、これは。もう今日、この瞬間のために頑張ってたんだからね。わーお、わーお、今まで何をやってたんだ。さて、テレビをね、実際に出して設置したいと思います。さあ、これがおそらく足になる部分ですかね。足になる部分。もうこれじゃん。これを持ち上げたらこの先にあったんで。ああ、来た来た来た、どうしよう、待って、どうしよう、これどうしよう。あー、テレビ、オーマイガー。いきます。じゃ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 、ああ、あー、あったあった、裏についてました。うわー、来た。リモコンを開けてみると、
じゃじゃじゃん。おう、うわ、マジかよ。 YouTube も見えるし、ネットフリー、アマプラ、おい、これやべえぞマジで。おい、マジでやべえもんを買っちまったわ。テレビで YouTube が見れるんですか？本当にありえない。足をつけることに成功したぜ。どどん。おお、オッケーオッケーオッケー、いい感じだね。くっつけて、あ、これならもう落っこちないでしょう。わーお、きたー。そしたら、裏にコードとかちょっと繋げていきます。わー、なんか来てる。なに、アンドロイド TV じゃない、何やってんのかな。ペリペリスポット、ペリペリしていこうと思います。いいですか？オーマイガーオーマイガー、なんかすごい特殊なペリペリスポットだ。あんま気持ちよくないぞこのペリペリスポット。じゃあちょっとリモコンに電池とか入れて、いろいろちょっと設定していきたいと思います。ディズニーツムツムおもろすぎ。はい、皆さんすごーすげー、始まりました、ついに。やば。はい、ということで、ということで、ね、YouTube 見れてますよ。だと思うんですけど、今回の動画はですね、ディズニーツムツムを、すごい実況チャンネルです。見たことないと思います。ということで、テレビ設置できました。1時30分私たちは何をするかということで、緊急実況相手なわけでですね、ついに来ましたよ。ビフォーアフターをちょっとね、最後映して動画終わりましょうか。うわー、お疲れすぎたマジで。最初はあんなね、ダークサイドでゴミだらけだったところが、ちょっとこっち側も片付けました。ででーん、テレビがここに置けて、無事にこの周りも綺麗になりまして、うわー、見きました。うわー、やばすぎる。ということでね、もうこれこういうことですよ。こっちベッドはね、こうやってあるんですけど、おいしょーっつってこうやって、あー疲れた今日も一日っつってベッド寝っ転がったら、ほら、あーそこにあるテレビでね、こうやってこうやってアマプラだったりとか YouTube とかがね、見ゴロゴロしながら見れるってことですよ。やばすぎる、なんだこの幸せは。ということで、無事に神環境づくりエルニーニョのダークサイド撲滅計画第1弾、序章終わりになります。ということで第2弾はこちらのダークサイド攻略動画でお会いしましょう。てなわけで本日はとりあえずね、テレビをあんな感じで設置できてよかったです。ということで今回この辺で動画終わりたいと思います。皆さん最初から最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ、さよなら。オーツニーニョ、バイバーイ。7時間かかったぞ。